パパニュース、1分間でお送りする世界一短い IT ニュース、 IT パパニュースです。今回は音声発信されてます？音声発信した音声を YouTube 化する方法をちょっと調べてみたので、まとめていきたいと思っております。 YouTube 化する方法3つあります。まず1つ目は YouTube の動画と音声収録を同時に行う。まあ、これめっちゃシンプル。アナログとデジタルの間、冷静と情熱の間みたいな感じでシンプルですよね。両方で撮っちゃえばそれぞれのプラットフォームに上げやすいですよね。これシンプルでいいです。そして2つ目、画面録画。例えばこの Spotify で再生している画面をスマホの画面録画機能で撮っちゃうとか、例えばボイシーの方でアプリで再生しているのを撮っちゃう。もうこれシンプル、もう誰でもできます。一番シンプルですよね。でスマホで撮ってそれをそのまま YouTube に上げちゃう。これが一番シンプルです。そして3つ目、これはちょっとパソコンを使いたいと思いますが、3つ目はちょっと説明が長くなるのでボイシーのパパニュースの方をお聞きいただきたいと思います。まあね、動画にしたらね、ちょっと自慢したいですよね、動画ってね。続きはパパニュースで。